なあなあ、あんなでっけえ島がどうやって空に浮いてんだ？風が気持ちいい。総空の青、雲海の白、スーツの赤、草原の緑。おいお前たち、はしゃぎすぎて崖から落っこちるなよ。大丈夫だって。落ちたらモナが飛行機に変身して助けに来てくれるもんな。無理だっつーの。ねえねえ、モナの力で向こうの島に渡れないかな。だから我が輩は便利な猫型ロボットじゃねえ。ああ、美しい、見事なコントラストだ。これはなかなかいい構想が浮かびそうだ。ん？どうした、ジョーカー。見ろ。すごい風。うおお、なんだよあの空飛ぶでかいの。飛行船か。このローアングルもまた絵になるな。あの飛行船を追いかけるぞ。な、そうだな。なんかこの世界の手がかりがあるかもな。すげえ、なんかヨーロッパの街みたいだな。おいスカル、シャドウがいるかもしれないから気を抜くなよ。はいはい、分かってるって。見たところシャドウもいなそうだし安全そうだけど。うん、ではこのまま街を散策してみるか。おい見ろよ、あいつら獣っぽい耳とか角が生えてるぜ。コスプレなのかな。私たちも目立たなくていいけど。そういえば我々が怪盗服姿のままということは、ここは異世界に近い世界だってことか。待ってくれ、どこからかいい匂いがする。よし、試食コーナーがないか探してくる。今はそれどころじゃねえから。ねえ見て、あっちで何かやってるみたい。行ってみよう。これはお祭りか何かが。大道芸人たちが芸を披露しているな。ん？あれを見てくれ。なんだ？ほら、あのアームレスリングの挑戦者求むって看板。腕相撲を用いた掛け事か。なんか面白そうじゃん。俺あれやってみようかな。え？やめなよ、なんか怖そうな人たちだよ。さあさあ、どこかに挑戦者はいないか。確かに見るからに悪そうなやつだな。なあジョーカー、いいよな、試しに一回だけ。好きにしたらいい。オッケー、じゃあ早速挑戦してみるぜ。なああんた、俺にも挑戦させてくれ。なんだその仮面、珍妙な格好のやつらだな。仮面？ああと趣味だよ趣味、さっき店で買ったの。まあいいか、じゃ挑戦料を払ってくれ。オッケー、これでエントリーだ。ああ、なんだよこりゃ、かけるのは金だ金。え、どう見ても金だろ。なあ、挑戦料はルピで払いな。ルピ？
ああてめえ舐めてんのか。冷やかしならはっ倒すぞ。おいスカル、もう行くぞ。なんだその変な生き物は。変な生き物とはなんだ。我が輩はれっきとした人間だ。おいおい、止めに来たんじゃねえのかよ。喧嘩売ってどうすんだよ。ほう、面白いな。その猫みたいな生き物を挑戦料の代わりにかけるなら勝負してもいいぞ。そう来る。どうするもん。我が輩をかけるなんてありえん。考えるまでもないだろう。あと猫じゃねえし。ねえ、みんな見てるよ。もう行こう。おお、そっちの綺麗な姉ちゃんの方がいいな。私？なあ姉ちゃん、俺と一緒に遊ぼうぜ。絶対やだ。そうだそうだ、誰がお前なんかと遊ぶか。なあ、もうみんな落ち着けって。待て。仕方ない、そこまで言うならこの俺をかければいいだろう。ダメだ。なんでだ。なんで俺じゃダメなんだ。うるせえ、いいからてめえは引っ込んでろ。なおさんおさん、もうアームレスリングはいいからな。俺たちが悪かったって。散々人をおちょくりやがって、てめえら許さねえぞ。だから悪かったって謝ってるだろ。ちょっとなんかまずくない？ああ、このままだと喧嘩は避けられないな。ジョーカー、なんとかしてくれ。仕方ない。